おい銀太。おいチンポコ銀太。お前、俺と喧嘩した時、インスタライブつけて、DJ 社長と炎上万博で殴り合って、ボコボコにして、俺の顎かち割るとか言ってたらしいな。おいおいおい。それが、アーティストのやることでちゅか？お前な、何でも暴力で片付けようとすんな。お前、最近アーティスト活動に専念したい、専念したいって言うんだったら、アーティストらしく、ラップバトルで蹴りつけようじゃねえか。俺は見ての通り今、マレーシアでバカンスしてるところだ。こんなのごごんとしながらでもお前に勝つ算段なんて100個も200個も思いついてるよ。まあ明日お前とラップバトルでケリをつけるためだけに日本に帰ってやるよ。お前は一生懸命に新宿区のちっちゃいなんか安いあんな家、あの家でラップバトルの練習しとくことだな。俺に練習はいらねえよ。俺は誰よりもヒップホップで誰よりもロックに生きてるから生き様だけで勝てんだよ。わかったか、チンポコ銀太。今日は震えて眠れ。それか眠らずに一生懸命ラップバトルの練習をすることだな。楽しみにしてるよ。